ブームが去った後、あの鬼滅のブームが、鬼滅の刃のブームが去った後、どちらかというと今なんか呪術廻戦とかが流行ってる後の水車対決をしていきたいと思います。まあウルトラハンコのクルリンが水車に見えるからなんか水車対決って言ってるんですけど、何やってんだ。水の呼吸なんだ、二の方忘れちゃった。オッケー、水車、水車来た、やった、来た。どうした、どうした、勝ったぞ、ヒルヨ。二人でなんとかなった。あ、いいね。もうやべえ。全然もう忘れちゃった。なんだ、鬼滅の刃ってなんだっけ。できます。第2戦。水車。第2戦水車。ヒルヨ頑張れ。ナイス、あ、ナイス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 。おい、いるぞ。え、待って、ちょっと待って、ヒルくん一人で水車一人で使いこなしてる。鬼殺隊ですか。しかもあの水の呼吸の持ち主なんだね。あれ、富岡炭治郎と一緒だね。混ざっちゃった。ヒルくん、ヒルくん水柱なんでしょ。強いんでしょ。オッケー。今日はヒレウ君一人対水車の使いで4人です。やばい、水柱の圧を感じる。いけ、みんないけ、水柱、いけ、水柱、水柱を倒せ、いけ。あ、水柱。待って、水柱やられた。待って、ヒレオ、ヒレオ、その格好、水柱か。その格好、足ひれと、なんか草、海藻だ。水属性だ、これ。海藻と足ひれは確かにこれ水柱だ。よし、行くぞ。ヒレオ行くぞ。うれ、やべ、水柱行くぞ。ここです。水柱。あれ、水柱。水柱何やってんだよ。